浮かぶカフェ。浮かぶカフェ。二千二十三年五月五日。こんばんは、癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズンナインへ、ようこそ。カフェ店主の幸男です。 浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイディアみたいにパーっと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶことも、かなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。 今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けしますではごゆっくりお過ごしください桐竹本富こと富んのぷかぷか温泉ひとりごと皆さん お元気でお過ごしでしょうか。本日もプカプカ温泉にご入湯いただきまして誠に大きにありがとうございます。えー、今は大阪の自宅にてプカプカを録音しております。えー、先月の4月の30日に、えー、無事に大阪公園の千秋楽を迎えることができました。 えー、この場をお借りいたしまして、えー、たくさんのご来場、誠に大きにありがとうございました。はい。えー、今は千秋楽を終えて、えー、東京公演の間の、えー、つかの間の休みを満喫しておりますと言いながらも、頭の中は あ次回公演の中で次回公演のことを考えているので結構ね夢で出てくるんですよなんかお芝居関係の夢をねまあちょっとねうん、うん、どんな夢だったかっていうのはあのすぐ忘れてしまうのでお話はできないんですけど結構ね あの、芝居が近くなると、やっぱり精神的に多い、そういう気持ちになるからかもしれませんけど、あの、芝居関係のね、夢を見ます。はい。まあね、あの、そういうふう,なふうに、こうあの、切り替えていってるんだろうな、と、自分ながらに、えー、分析をしておりますが、はい。さて、ね、えー、まずちょっとね、 えっと、悲しいお話からなんですけどこの間ね僕朝起きたらすぐにラジオ入れるんですけどそしたら、まあ、NHK のラジオなんですけどね587時55分ぐらいからねすぐにまああのその地域の,あの、まあ、情報を放送するんですよ。そしたらね 文の放送をしてて、まあ、研修生が今年の募集はゼロでしたと、ね、いうのを言ってましたでうちわではねえっと23歳の男の子が一応あのなりたいって言ってきたっていうんですけど結局その子もまあ来なかったんでしょうねだから事実上ゼロという形になってしまって。 本当にあのー、悲しいですねうーんやはり伝承芸能なんで誰かに伝えていかなくてはいけないという使命があるし、うん、なおかつねこれからどうなるんだろうっていうこと心配もちょっとこうよぎりますね。うんねあのー、一応23歳っていうね枠にしてるんですけど。 別に23歳にこだわる必要ないと思うんですよね。もう27歳とか30歳以下だったら、当人さえ確保あればできる仕事だと思うので、もしもこれをね、聞いているお方でご興味があるね、男性職。はい。今からでは間に合います。期限なしで募集をすることになったそうです。えー、よろしくお願いいたします。はい。で、えー、っと、 昨日とね、あのー、今日で本当に、えー、と久しぶりにライブに行ってまいりましたまあもう野外ライブなんですよそれは高槻ジャズっていうねジャズストリートっていう、あのー、あの催しなんですけどまあコロナになる前は本当に頻繁に日程があれば行っといました。あのー えー、あれもう,もう25周年って言ってますから結構1900年代の終わり頃から始めてて最初は本当にこの小さなあの小さかったらしいんですけど今ではですね本当にこう街ぐるみのすごく大きなイベントになって海外からもあのすごいアーティストだった。 たちが来るんですよしかも、ね、無料なんですよねで無料といってもそれではあのー、やっぱり出演者たちのお金が払えないということで T シャツをね作ってでその T シャツをの売上金とあとま寄付とあとまあ,とあ,とまあその模擬店とかで、まあ、料理とかいろんなやってるやつのから、あのー、あの資金にしてるみたいなんですけど。 はい、僕はまあ、まあ、もちろん T シャツは買いました。で、えー、それ以上にやっぱりそれだけではあの実際にねコンサートに行ったらそんなもんでは済まないので寄付の方もしたんですけど本当に運営される方、うん、その努力とねは大変だなと思うので、うん、今後も。 続けていただきたいのでね。はい。頑張ってほしいと心から思いますで。昨日はね、あの2つとライブを見ることができました。あのものすごいいいと。やっぱりコロナも少し落ち着いたきたっことで、ものすごい人だったんですけど、まあ、ホールに入ってとにかく入れるところに入ったんですけど、そしたらまああの？ 韓国の方の方、ね、ジャズだったんですよで、まあ、もちろん初めて聴きました。でボーカルが途中から入ってきたんですけど、まあ、ほとんどオリジナルの曲だったんですけどすごく綺麗な曲ばかりででまあ,あの女性のボーカリストが途中からさあのさ参加したんですけど本当に声量がすごくて圧倒されるっていうようなあライブでした。うんまあ、ちょっと ジャズかなっていうとそれは僕はあまりジャズには詳しくないのでわからないんですけどああでもそういう音楽も聴けて良かったなと思いますその後は徳さん徳 TOKU、OK、っていうあの人、ー、の聞こえますかねちょっと今物取りに行きましたからあんね待ってね。 あれあれあれどこ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 に行ったあれあれパンフがあったんですけどねあれパンフがパンフが消えた消えたよあれ腰あったあったあ,ったあ,ったありましたよそのね徳さんこの トランペットじゃなくてね、あのー、ちょっと違うあのあえっ、ー、とねその名前が出てこないんですよあのちょっとえってねあそうだブリューフリューゲルホルっていうんですよあのー、ちょっとこれあのトランペットと違って管楽器なんですけど その音を伝わるまでの管の長さが長いらしくてでそれですごく柔らかい音が出るというねあの僕音的にはうんもしかしたらペットよりも好きかなっていう,ねうんそんなあの音なんですけどうんとても良かったです。なんかあのあの最後 だいたいあの、すごくスケジュールが迫ってるんですけど。最後一分だけ月夜が聞いてたけど、歌わせてって言って、フライトゥー、フライミートゥーザムを歌ってくれたんですけど。ああ、すごい良かったですね。僕はフライミートゥーザム大好きなんで。あの、感激しました。で。今日もどうしようか悩んでて。二日目も行ってまいりました。はい。で。今日はね。あの、本格的な、あの。ジャズの。 方をまず最初に聴いてえっ、ー、と豊川信也さんっていうピアニストのやつを聴いてそれもすっごいねもう超テクニックですごかったですでその後にあのに野外の方で原田信二さんねえー、かったですねなんかねエンターテインメントを感じましたねんでその後にあにデトロイトの方の、えー、とジャズ 方が来ててそれを聞いてね、まあ、その前にもあったんですけどすいませんちょっとねあのすぐに、えー、と調べないと分かんないから出てこないんですけどよかったですねうんあのなんか原田伸二さんなんか、まあ僕よ結構ねよく聞いてたのででも今はちょっとまた違う良さがあってでもなんか。 やっぱこう自分プロデュースというかエン,タエンターテイメント性というかそういうのに長けてますよね、うん、本当に完成しましたであのいつもは高杉でもその後三日とさまよい人なんですけどもう何軒か回って全部振られて結局立ち飲み屋ではいちょっといただいて「今自宅に帰ってきましたすいません」 もう十分後いってしまったんでこれぐらいで終わりたいと思います。はい、じゃあ皆さん良、えー、い日をお過ごしくださいませ。えー、先週。 今シーズンは皆様に役に立つ新しいコーナーを始めます」とか宣言していたので今週から始まるのかなと思って今聞いてくださっている方もあるんじゃないかと思うんですがすいませんまだ始まりませんもうちょっとと企画を練練りねりしてから始めたいと思い思ま,まあでもあまり完璧を目指すといけないので。 適当なところで、行ってみたいと思います。ということで、えー、来週以降に、こう動きたいと。いつもそんなこと言ってます。ね、なんか蕎麦屋の出前みたい、怪しい宣伝文句なんですけれども。えー、話は変わりますが、今日は五月五日、ということで。子供の日じゃないですか。柱の傷は、一昨年の。五月五日の、末比べ。 食食べ食べということでこれ一昨年なんですね去年じゃなくてあれ去年何してたんだっけ一昨年から会わなかったのかな背が伸びちゃったのかなその間にとかいろいろ考えますがやっぱり一昨年から2年くらい経つと身長も伸びますけれどもいろいろなことが変わってるんだなって思ったことが今日ありました。 あのいつも私「掃除します掃除します」ますって言ってシーズン9こそは本当に掃除を完了させて皆様をわっと明るい気持ちにしさせたい <laughs> させたいっていうかあの達成したいというそういうあのそかな密かなプランがありましてそれであのまあ掃除をしてるわけなんですけれど今日奥の方から。 おそらくは2年前ぐらいに書いたらしいノートのメモが出てきたんですよ。ちらっと見て「う,うわまずいまずいもの出てきちゃった」って思いましたまずいなんかあの内面のトロ何かこうくドロドロしたものが書いてあるなっていう感じでまあそういう時期だったんですかねやっぱり。 いろいろ家から外に出られなくてとか悩んでいたのかもしれませんそういう怪しいメモが <laughs> 出てきましておわーっと思いましたねでも読んでみるとあなんかずいぶん気持ちのいい場所に来てるな来たなっていうことが分かりましたもちろんそう思っていながらもまあ ドドロドロもしていいるんだと思いますけれどもでもなんか変わったななんか自分のことじゃないみたいな感じですね昔のメモとか見ると。なのでそれはもう爽やかかににシュレッダーにかけてお炊き上げし,ま,して、えー、まあそんなこんななので、えー、まあ身長は今はもうそれほど変わりませんしもしかしたら縮んでいくのかもしれませんがでもこう。 なんとなくバーチュアルなな心の中の柱の中柱傷はですねでなんとなくこうちょっとずつメモリが「あれなんかまだ伸びてんじゃん」みたいなでまあ伸びりゃいいってもんじゃないですしね広がってるのかもしれないし深まっているのかもしれないし浮かんでいるのかもしれないしでもそういうふうに毎年振り返ったりするのも楽しいなと。 思ったりした、そんな一日でした。皆様、美味しいちまき、美味しい柏餅。それを爽やかに泳いでいる。錦鯉、じゃなくて。鯉の。鯉のじゃない、鯉ののぼりじゃない、鯉のぼり。鯉のぼりの鯉のぼりの。のりの下で、食べていらっしゃるでしょうか。いつか私と。 聖比べしていただけませんかなんて考えている五月の夜ですやんの歌声喫茶祝やんの歌声喫茶1 0 世い記念というわけでですね皆様おはようございますこんにちはこんばんはおやすみなさいそしてまたおはようございますお元気でしょうか長谷川徹でございますヤンでございます、えー、というわけでですねいろいろともったいぶってはみましたが、えー、ヤンの歌声喫茶無事 100回目ととになりりまましたありがとうございますえー、っとですねえー、まあもう100回もやりましたかとまあ正直に言えばそういう感じですね。あのー、基本的にはこの「やんの歌声喫茶」は皆様にお題をいただきまして歌を作るというのがまああのー、基本コンセプトになっているわけですけれどもまあもちろんその歌を作らない日もあったりええー インストの日もあったり、えー、お題がなかなか来なかったり来たり、あのー、急にたくさん来たりとか、まあ、いろいろありまして全部がまあ、ね、100回で100曲というわけではまあないんですけれどもおおむね音楽と共、えー、ともにっと喋らせていただいてたということでですねね100回そうですね、まあ、でもやっぱ結構すごくないですかなんていうか100回ですもんね。 100回は結構続ける意思がないとやっぱ100回にはなりませんからこう100回になったっていうことだけでも私はかなりすごいと思いますけれどもねでなんですかねまあやっぱ僕結構ラジオ好きなんですけどやっぱり やり取りとがでできると嬉しいわけですよね何かこうお題をいただけるとかこう歌った歌の感想をもらえるとかなんかそういうのがあると本当に嬉しいんで、まあ、そういうのがあれば今後もいろいろとねやれると思うんですけどもちょっと最近あんまりねあのリアクションがなくて非常に寂しい思いをしておりますので、まあ、100回を迎えたご褒美ということで皆さん是非ちょっといろいろと、まあ、もはやクリ,リクエストじゃなくても全然いいんでね何かこう最近こんなことがありましたとか何かこう。 なんかここうういったことどうですか皆さんみたいなのを問いかけるみたいなねだからラジオ的なお便り「ふつおた」ねふつおた」ってやつあれちょっとやってみたいんですよねちょっとぜひ送ってくれないかなと思っている昨今でございます。というわけでですねこの100回に際してマスターからリクエスト頂い,いてましたね前回99.5回のお聞いていて頂ければと思うんですけどもあのー、高村光太郎の「 童貞という詩ありますよね。その中にある。えっ、ー、と、僕の。前に道はない。僕の後ろに道はできるという言葉を入れてくださいというやつだったんですけれども。そちらを今日はですね。百回記念ということで。ぜひ、あのお聞きいただきたいなと思っております。えっ、ー、と、まあ。段階から聞いてくださっている方がいるかわからないんですけれども。も皆様の。 まあここ何日かというかまあこれがねコロナ禍から始まったあのラジオ企画ですのでぜひそのコロナ禍のことも思いながらちょっと皆様の人生と一緒に聴いて頂いければなと思います。それではどうぞどううぞしてここにいる 「どうしてここまで来たんです」「そのままそうがいいかもだけど」「そのままじゃここにいられない」 い。僕の後ろに道はできる」「はるか目指したつもりなのに」 どううしようもなく僕「それは今さら」「そんなこと言われたってそれは愛して」「愛されてた自分だってそれは今から」「また変われるものなんだってちゃんと見つめて」「腕を示してくいだって言うよ」

まっとうな歌って何だか分かんないですけどねなんか割とストレートな歌になった気もしますね。まあ、とはいえその別に僕がストレートな思いがあってみたいなことでも全然ないんですけど基本的にはいろんな寄り道とかこういろんなことを皆様のいろんなものをこう付け足し付け足ししてあのアレンジしてお聴きいただくというかね。 そ,のそれぞれの人生に引っかかるものをつけて足して拡大解釈してもらえれば嬉しいなと思っております。これはもういつでもそうでですねでもなんかそうですねこのネットラジオっていうのがまあ一体ねどのくらい先までこう残っていくものなのか私には全くはもうわからないですけれども何かこうやっぱり何て言うんですか もしかしか1,000、ね、年先の人が聞く可能性があるかもしれませんので、えー、とはいえそんなにねめちゃ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 にあの頑張って気をつけて作ってるっていう感じでもないといえばないんですが、まあ、何かこうそうですね、えー、もっと遠くと言いますかもちろんこのネットラジオも世界中に届くわけなんですけれども何かこう自分の思いも寄らないようなものに。 えちゃんとと届くものでありたいいなとは思いますねやっぱり今までこうやってきたものっていうものにとらわれちゃったりとか何かこう自分はこういう人だからなみたいなことで諦めちゃうみたいなことってやっぱあると思うんですけどなんか分かってんだけどやってんだけどねみたいなことで終わらいにしちゃうんじゃなくてとかあとは私はこれができないなとか。 これをしてないないみたいなことを苦手だからなとかなんかいうことでこう片付けないでちゃんと向き合ってどうするかっていうことをちゃんと自分でやると誰もやってくれるわけじゃございませんよとあのそれをやれるようなまあ101回目から200回目そして私みたいな風にしていきたいなと思っておりますねあの何かこう苦手なものってたくさんありますけどね。 だといいって別にんですよそれはそれなんですよ。それであの自分ができてきてるってことも間違いありませんからねその今までやってきたもの、まあ、つまりあれですよその僕の後ろにできた道ってのは完全に私なんでそれを否定するってことではありませんけどだからって変われなないいいいととととううここででは全くないよということですかね、あのー、それはそれを大切にしてそこから先行ける。 そそれはそれははここっっちちだから、まあ、前に道があるわけではないんですよ後ろに道はあっても前に道はないっていうのはあの後ろの道は完全にもう完全に私ですけれども前の道っていうのはもう別にその通りに行かなくてもいいじゃないかということですから多分ねなんかそんな風にやれたらいいんじゃないかなと思っております。でどうですか皆様はどうですか皆様の童貞はどうですか先に道あります いや、そういう人はあんまりいないかもしれないけど、なんかいろいろ声を聞かせてくれたら嬉しいなと思っております。あのせっかく世世界とつながれるチャンスなんで、どんなところからでもお声い,いただければなと思っておりますので、今後ともぜひ末永く長い目でよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。百回ありがとうございました。長谷川徹でした。ヤンでした。ヤンさんへのリクエストは、E メールアドレス、浮かぶカフェアット G メールドットコム u k a b u c a f e g m a ドットコムまたは番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文その他さまざまなお題をお送りくださいそしてヤンさんも言っておりましたけれどもヤンさんと語り合いたい何かがあればそういうリクエスト以外のお手紙でも構いません どうぞお送りくださいそして番組へのご感想やリクエスト、えー、ヤンさん以外でもですねその他のご常連の皆様へのメッセージやお手紙何か、えー、話しかけたいこと伝えたいことなどありましたら是非、えー、ラジオネームを添えてお送りください。それでは浮かぶカフェままた次回のご来店をおお待ちしております